皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。今日はですね、なんと大阪に来ております。今回はですね、なおなお軍曹人気シリーズオタク訪問ということで、小型熱帯魚から大型魚まで超巨大水槽のあるクレアさんのお家にお伺いしたいと思います。またクレアさんは熱帯植物もすごい方なので、ぜひ最後まで見てください。失礼します。うわー、すごい。クレアさん、本日はお招きいただきありがとうございます。いや、すごいですね。もうこの水槽の大きさもそうなんですけども、入っているお魚の数々、まるでここ夢の国じゃないですか。また話を聞くとですね、この水槽台、なんとご自分で DIY なさったということで、ちょっと近づいて見てみます。皆さん見てください、これやばくないですか。これ職人されてるんですかって言ったら、そんなことないということで、素人が作ったと思えない素晴らしい出来ですよね。ありがとうございます。かっこいいな。しかもじゃじゃーん、ライトまでついてますよ。これ配線もご自分で。はい、全部自分で部品だけ買って。はい、うわー、おしゃれ。普通やっぱろ過装ってあまりこう正直見せたくないというか、それがそうやって思う人が多いと思うんですけども、なんとなんとおしゃれなスペースとなってますよ。水がね、蒸発する分湿度を利用して、はい、植物を育てる。なるほど。しかもこれまたろ過装が美しいって、これどういうことですか。これレトリタスのようなそういうカスも全然ついてないですし、なんでこんな綺麗な状態保てるんですか。これ水替えのメンテだけで、はい、余剤掃除も半年以上してないですけど、はい、もうなんか先週新しく余剤入れましたってぐらいの綺麗さですね。素晴らしいです。いやー、こちらのメインの水槽、これ水槽の大きさはいくつになりますか。1500の奥行き1メーターの高さが600です。そして奥行き1メートル、高さ60ということで、この1メートルの奥行き、なかなかないですよね。特注ですね。特注だということです。これどうして奥行きを1メートルにしたんでしょうか。ダイヤモンドボルカの大きさと、はい、シルバーアロアの大きさを考慮したら、なるほど。やはり生態優先というか、もういかにお魚にとって過ごしやすい環境を作ってあげるかというところに重きを置いているということですね。もうまさにアクアリストの鏡ですね。これまたポルカも大きいですね。これ台湾だけで45センチぐらいですか。45センチですか。ここまでいると、はい、75ぐらいってますね。うわー、かわいい、つぶらな瞳で。この子も体長は75、76いってると思いますよ。75、76ということで、いやー、すごいなー。はい、迫力が違いますね。この背中にスポットが見られるんですけども、これはクロスベリー。クロスベリー。45、50ぐらいから出始めて、はい、まだ6番目までポツポツ出てきてるんで、はい、もうちょっと増えそうです。まだ増えそうな気しますね、今から年行くにつれて、はい、レアな子なんです。レアな子、環境次第で出る子は出るらしいですけど、だから解明されてないのは事実なんですね。なるほど、まだ研究途中なんですね。すごいです。いや、迫力満点の超巨大水槽でした。では次、こちらの水槽をちょっとね見ていきたいと思います。もうひときわ目立つアロワナちゃん、これあんまり見たことない形なんですけども、
なんという子なんですか。これはムーンテールですね。ムーンテール、日本でノーテールって言われてる子になるんですけど、はいはい、インドネシアではムーンテールと呼ばれます。真ん中の尾びれがなくて、はい、お月様のような形をしているのが理想です。あ、なるほど。これ激レアなんじゃないですかね。珍しいですね。うわ、すごいですね。この映像見てる皆さん、これかなり貴重な映像見てますよ今。はあ、美しいです。そしてひときわ目立つのがこの白いガーちゃんですね。こちらは何という種類なんですか。プラチナのスポッテッドガーですね。あ、プラチナのスポッテッドガーということで、飼育して5年ですけど、はい、倍ぐらいにしかなってないから成長は遅いですね。あ、ゆっくりなんですね、はい。そして気になっている人も多いと思いますが、ポリップちゃんがたくさんいますね。デビューヘッジとヘンドリーケリーですね、はい、すごい。ちょっと赤みがかってる子もいますね。ですね、ヘンドリーケリーがいい色だと思うんですけど、はい、なかなか見られない子ですよ。うわー、かわいい。この赤みがかってるのもとってもいいですね。そしてこの模様とっても美しいですね。まあ一応ロイヤルバンド、はい、ブルヘッジは3体ロイヤルバンド、うん、真ん中の子がショートかな、はい、若干短いですね。セミショートですね、うん、なるほど。いや、素晴らしい水槽ですね、こちらも。続いてこちらも大きいですね。これは横いくつありますかね。1800ですね。1800ですよ皆さん。そして中にいるのがオスカーちゃんが一番多いかなという、ね、オスカー水槽と身長はしてますけど、はいはい、あ、すごいですね。こちらの赤い子はパイクシクリットで、レッドパイクシクリットって赤い、レッドパイクシクリット、種類はいろいろあるんですけど、はい、赤くなるシクリットはこれだけですね、パイクは。いやー、珍しいですね。オスで、この子がメスですかね。いや、見たことないんですけど、やはりなかなか流通してないんですかね。なかなか流通してないらしいですね。水がどの水槽もキレッキレで本当に美しいですよね。そして下にはですね、まあ、他が大きいので小型水槽に見えるんですが、これでももう90はありますかね。90の比較水槽なんで、はい、250。ああ、そうですね、はい、これがちっちゃく見えるぐらい他が凄まじすぎて。ああ、でもコリドラスだとか、はい、いろいろいますね。で、最近やってるのが流動フィルター。流動フィルターですか。なるほど、汚れがこれ溜まりにくいですね。そうです、ほぼ中はメンテしなくて半永久メンテ。そうです、素晴らしいですね。これまたおしゃれですね。流木の置き方とかもうセンスの塊しか感じないですね。もうガサガサ入れたら素敵です。で、なんとクレアさんね、あのお魚だけじゃないんですよ。植物もかなりこだわってらっしゃるんで、そちらも見てよろしいでしょうかね。はい。じゃあ見てください、これ。あの、知ってる人は知ってると思うんですが、めちゃめちゃやばいっすよ。なかなかショップじゃ置いてないものもありますよね。はい、ありますね。特にこの子はっていうのを紹介していただけたらと思うんですけど、これは小丸目なんですけど、はい、ベタ骨って言って上に伸びないタイプ。はい、これは多分珍しい。これも、はい、赤くなる葉っぱって言われて珍しい、はい、珍しいですよね。これもホマロメの、うわー、美しい。これも珍しいって言われましたね、日本で。いや、色がだってもう尋常じゃないぐらい綺麗な色してますね。これも、まあ、まあ今流通は始まったと思うんですけど、はい、僕が手に入れたのは4年前で、はい、もう5株3つぐらい取れて、すごい素敵ですね。下にもコケリウムありますね。コケリウムで、この真ん中がアロカシアのブラックベルベット、はい、これも小株分けしてもらったやつがどんどん葉っぱ出てくる、はい、ああ、ここまで大きくなったんですね。はい、根がすごく大きくなりましたね。いやー、素敵ですね。これはアナビアナスナナのフイリと、はい、ああ、本当だ、フイリですね。
普通のウェーブのやつをこれちょっと状態が悪くなってきたんで急遽立ち上げて、はい、そしてですねこちらの方にも珍しい水槽ありますね。あ、シリンダー水槽ね。シリンダー水槽もう自作、水槽は違うんですけど、はい、電気は自作で。え、これも自作ですか。おしゃれすぎる。まあ、あの遊び程度で。アグラオネマ、アグラオネマチャイニーズレッド、まあ、すごいですね。あ、こちらも立派になってますね。うわー、流木も素敵ですね。置くとこないんで。そしてメンテナンス用の椅子も自作なさったとか。自作です。すごい。あ、偉い。あ、お利口。すごい、芸達者ですね。おかわり、おわし。オリコ、オリコだ。この子がクレアちゃんなので、アカウントもクレアというのを使っているってことなんですね。いやー、本当にですね、なかなかここまでの巨大水槽をお家で管理するの大変だと思うんですけども、はい、こうこれからあの大型魚とかなんかチャレンジしてみようかなって思う人に何か一言アドバイスいただけたらと思うんですが。失敗を恐れずに頑張るしかない、はい、あー、なるほど。常日頃のメンテナンス、はい、かな。そうですね、常日頃のメンテナンスがもうかん、魚を見てあげる、はい、うん、そうですよね。楽にとか、うん、そういう次元じゃないですもんね。やっぱり愛がなきゃできないですよね、はい、とにかく魚を見てあげて、とにかく魚の状態をよく見てあげてということでした。本日はどうもありがとうございます。素敵なお部屋をありがとうございました。また電気を消すとこれめっちゃムーディーですね。でこれまた電気消した状態でこのろ過装なんかを見るとめちゃめちゃおしゃれですよね。控えめに言って最高です。じゃーん、見てください。こちら私のステッカーも貼っていただきました。ありがとうございます。